こんにちは。昨日ですね、知らない方から電話が来まして、その会話の中でね、いろんな会話があったんですけど、その会話の中で久保さんはいいよねっていうふうなことを言われたんですよ。でその後に続く言葉は、久保さんは YouTuber されてるからいろんなことを多くの人に知ってもらうことができる、いいですよね、私はできないんで、やってないんで人に知らせることができないんですって言われてたんですよね。でも YouTube をやること、 YouTuber になること、誰も禁じてないんですよ。勝手に自分がやってないだけなんですよね。で私もね、 YouTube をアップロードしてすぐにチャンネル登録1万人になったわけでも、再生数が10万20万になってるわけでもないんですよね。だから続けてきたからなんですよ。でビジネスも一緒で、自分の求める結果が出るまで続けることによってそこにたどり着くんですよね。だってそこに近づいてるわけですから。確かにね、恋愛っていうのはやればやるほど自分の求めてる女性が振り返ってくれるかどうか、これは分かんないですよ。未知数です。人の気持ちがありますからね。でも動画っていうのは100本作ったら必ず100本になるんですよ。1万本作ったら必ず1万本になるんですよ。で分からないこととかできないことって、分かるまで、もしくはできるまでやると分かるようになるし、できるようになるんですよ。売れないものでも、成り立たないビジネスでも、ずっとやっていくと攻略方法が見つかってくるんですよね。購入してくださる方は見つかるんですよ。今頑張って100人200人に勝てかけて1個も売れなかったとしても、それは1000人2000人になったらどうですかってことなんですよね。仮に動画の再生数が100万再生されました。その中で商品を紹介してます。1個も売れてないってこと考えられますかね。やっぱりね、ある程度数の力っていうのは、私たちはビジネスをする上で、情報発信をする上で当てにしなくてはならないと思うんですよ。数の力をね、特に自分の質が高いと思ってるんだったら少ない数でいいクリーンヒットを当てようと、そういうのは分かりますよ。でも私はとても100発110ではないし、3割バッターでもないんですよ。多分 1% バッターです。100本球が飛んできて1個当てるかどうかっていうところなんですよ。でも私はそういうふうに認識してるんで、それで OK なんですよ。いや、もっと言うとね、0.1% バッターかもしれません。1000本飛んできて1個当たるのがいいところかもしれません。でもそうなったら私は1万10万100万とやる、その覚悟をするだけなんですよ。結局質、自分の発信する質、自分の行動する質かけるどのぐらいの数やったかっていう量の、その掛け算がですね、結果になりますから、私は自分の質が高いとはとても思ってないんですよ。低いからこそたくさんやってるんですよ。私、自分の質が高いと思ったら少しでやめてるんですよね。少しで成果が得れてるわけですから。でも少しの行動で成果が得れないってことは、これは客観的に質が悪いんだなと思うから、量を増やして質の足りないところをカバーしてるんですよね。もうそれに過ぎないわけですよ。ということでね、動画をご覧になってる方、自分が YouTube 始めてないことによって起きるリスクっていうのを考えたときに、 YouTube を始めたときに起きるリスクっていうのと比べるとね、本当雲泥の差ですよ。やってしまったこと、やらなかったこと、どちらに人は深い後悔を抱くかというと、それはですね、やらなかったことに後悔を抱くんですよね。やってしまって失敗すると反省になるだけなんですよ。反省は改善と進化につながります。でもやらなかったことって、やっときゃよかったって一生思うだけなんですよ。負の遺産ってやつですよね。例えばね、10代の頃、中学生高校生の頃、あの大好きな女の子に告白しとけばよかったなと、そこで打ち破れるのも青春の1ページじゃないかと思ったことってないですかね。あの時謝っておけばよかった、あの時の一時のね、恥ずかしさをかなぐり捨ててごめんねって言っとけば、別の未来が、もっと爽やかなね、わだかまりのない人生が始まったんじゃないかなとかね、あそこでもう一踏ん張り、受験勉強真剣に取り組んでおけばっていうこともあったかもしれません。だからね、やらなかったことっていうのは一生ものの後悔として残るんですよ。悔やむ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 、後世まで悔やむんですよ。でもやってしまったことの失敗による反省っていうのはね、ずっと改善とか次の進化につながっていくんですよ。 YouTube もそうなんですよ。毎日やるから毎日反省点見つかって、毎日改善が進むんですよ。だからここまで来てるんですよね。ただそれだけなんですけどね、結論、やりましょうよってことなんですよね、吉野さんね。それでは。